まあいいでしょう。もうね本当にね適当なんで T シャツだし、これもね寝癖ほぼ寝癖を生かしたままお出かけしてました。そう、アジさん、タンベマーボーさん、ありがとう、ありがとうございます。タケルさん、ありがとう。タケルさんもなんか久しぶりな気がして、気のせい？そう、もうパジャマじゃないよ、さすがにパジャマではない。かわいい、ほんと？そう、寝癖が外跳ね、なんかその寝癖のちょっと散らかってるやつだけちょっ全然あの直してないです。前髪だけやったみたいな、今日。そう、なんかねアイロンをねたくさん当てるのがとてもめんどくさかったんですよね。まあ友達だし、なんか出かけ特にね、なんかすごいね、なんかあのそんなあのおしゃれをするとかいいかなみたいな感じで。そう、髪伸びたよね。でもこの長さ、この長さ、 もうちょっと長いのとか好きです。サンタナミチさん、ありがとう。フミティさん、ありがとう。友達きのちゃんでもおしりんでもない友達です。私にも友達はいます、他にも。若潮さん、ありがとう。来週美容院、いいな。でもさ、私さ、おとついにさ前髪切ったけど一つもコメントなかった。今日メイク、ファンデーションはなんかざっくりさす、なんか何、色付きの下地でコンシーラーでもちゃんとしてますけど落ちてるかも。ほくろ絶対増えたよね私。そう、知人 F ぐらいです。いや絶対気づいてない、ガチで気づいてない、絶対。おとついですよ、おとつい。でも昨日見てなく、おとつい見てなくても昨日見てますよね。結構切ったんですよ、長かって、だいぶ。涙袋は本当に作る、私ガチでないの。私のねすっぴんを見たら分かるんだけど、マジでないから作れるよこれね。本当にね、あのね、マジで作ってます、バカに作ってます、全然ないです。うん、そう、こことあとここにもある。ここにあります、あ、ここにもあります。ほくろ多くね。これずっとつけてる最近。涙袋とクマの違いは、クマはねいっぱいあるけど、とりあえず私は涙袋、あのここのね中顔面を短くすることが大事なので、あの涙袋を命として、クマも涙袋だと思って私は生きてます。涙袋を作ることに今本当に命をかけてる。ここね、顎にあるんですよ。ここ太ったら大変なことになるから、太らないようにしないといけまへんね。いや、私はね、もう中顔面がこうキュッとしてる女の子がすごい好きで、そう、3秒ぐらいで作れそう。違う、もうめっちゃ大事、めっちゃ私はねこだわってます、涙袋こだわってる。なんか正解は分かんないけど、印象変わる変わる。だってこれがこう、ほら、これとこれ、ほら見て、このもしこれがなかったら、これとこれ全然違いますよ。この目の大きさ、この涙袋があることで私のこの小さな目がこっからここまでにあるように見えるんですよ。目の大きさが分かりますか？これがなかったら目はさ、こっからここまでなんですよ。けど涙袋がこっからここになるんですよ。お分かり？このね、メイク術、メイクの仕組みですよ。お分かりですか？そう、
え、涙袋、私のやり方でよければ全然教えるよ。教える、なんなら今教える。そう、いや、なかったら私はもう本当にね、ここが長くなってしまって、ちょっとクールビュー、クールビューティーはつけてますけど、クールな顔になっちゃうんですよ。なんかちょっと縦長に見えちゃうので、全然ビューティーではなかった、ビューティーではないんですけど、クールな顔、私はキューティーな顔がいいので、そうビューティーは間違えた、クールビューティーってよくあるから、全然違います、残念です。ビューティーになりたいです。いや、涙袋は本当にね、命。あの、まず色素沈着をしていると、ここが暗くなるので、これは本当にね、作りすぎ、作り物だから、マジで作り物って愛情的に言わないのがいいのかもしれないけど、このね、色素沈着してあれなので、コンシーラーで、もう本当にコンシーラーもちょんって、一回指に、指っていうか手の甲にちょんって出して、それをさらに取って、スーってこの真ん中に行ってから、こうちょっと目頭寄りにね、目頭寄りにやって、そこで影をね作るだけで、もうめっちゃ涙袋ぷっくりするから。で、それでアイシャドウで、あのアイシャドウでちょっとこのね、目尻からこの視線に、私はね、目の際になんかちゃんとメイクするときは濃いシャドウ入れるんだけど、本当にナチュラルなシャドウを今日も描いてます。めっちゃ作ってる。ちょっと待って、ここにねあるんですけど、私の使っているコンシーラーは、はい、エチュードハウスのビッグカバーコンシーラー3度の3度です。これを、でもさっきね、もうだから今日作ってる、さっきってか作ってるから、メンズがやって、え、いいと思う、ナチュラルだよ。でもなんかさ、塗りたてすぎるとちょっと浮いちゃうから、そう、サンドさんをね、サンド、私の場合サンドでちょうどいいと思う。サンドこうやって手の甲にチュッて出して、もうちょっとでいい、チュッて出して、で、こ、そこからちょっと取って、ここにチュッてつけるんですよ。わかる？ここに、これをね、もうちょっとつけてもよかったかも。こうやってつけて、ほら、ついたじゃないですか。これをなんかさらに涙ぷっくりしちゃう、なんか馴染ませた後から、だからこうやって伸ばすと、わかる？この浮き出るんですよ。だって浮き出ましたよね。浮き出ました。でもこうするとちょっと浮いちゃうので、メイク的には分かった。え、本当？そうそう、それで私はなんか普段使ってるアイシャドウで、で、あのなんかちょっとこういうね、ベージュのやつとか、今日はオレンジアイシャドウ使ってるので、オレンジとかをちょっとこう取って、一回手の甲でバウンドさせてから、ここにね、わーって、この上のこの目頭側はね残して、わーってやって、そしたらあとはこれおすすめ、ビセリシェ BE1 番なんですけど、BE1 番のこの、めっちゃこの、これがめっちゃいっちゃん涙袋ぷっくりするので、これをここに塗ると、もうわかる、このわかる、今見たのわかる、見たらわかる。あ、もう今なめくじ、ちょ、塗りすぎてなめくじ、ちょっとさっきもさ作ってたからさ、なめくじになります。なめくじをかわすこと、ん、住まわすことができます。以上です。おー、すごい。え、ここ、そう、私はね、これはこのアイシャドウはもうこの涙袋しかほぼ使わないので、そう、でもこのね、このここの色がマジで天才的にいいんですよ。あ、ちょっと待って、触っちゃった、めっちゃアイシャドウ。このね、私はビセリシェのアイシャドウ、もうこれです、これ超いいです。 BE1 番でも、同じような色を見つけたら、その単色があったらこれ欲しいくらいに、はい、もう素晴らしいです。
最近のお気に、これ男性は興味ないかもしれないけど、お気に入りアイシャドウはこれですまたビセリシェのこっちが OR オレンジとこっちがピンク系、横ありの時はこっち使いましたイエーイ、最近ピンク買いました、まあ、ビセリシェ3点セットです。イエーイ、メイクしませんよ以上素晴らしいです、本当にね。なめそう、でもコンシーラーで一旦ね色素沈着とかを打ち消すのがめっちゃ大事だと思う。そうえ、お高くないですよ、待ってよ、全然、ね、夢中になってさギフトを読むの忘れていました。ケンさんありがとうございます、たくさんありがとう。秋広さんありがとう。サンタナミチさんありがとうございます。あ、ピアアリーナですね、はい、ピアアリーナステージの時はまつげを頑張る、まつげ、まつげを重ね塗りする。いつもはもうお湯で、お湯と洗顔料で落ちるマスカラしか塗ってないけど、落ちないガチガチのマスカラを塗ります。あとはそんなに変わんない気がするけど、何が違うかが分かんない。でもなんかいつもステージの時濃くなる。コンシーラー男用女用、え、違わない、誰が何使ってもいいと思う。でもなんか例えば男性がおひげを隠したかったらオレンジのコンシーラーを使うといいと思います。はいあ、キラキラ、あ、分かった、私はステージの時はキラキラを塗る。なんか私はもう普段キラキラめんどくさいので、こういうアイシャドウにもともと入ってるラメしか使う、ラメがねついたらいいやみたいな。前髪固める、めっちゃ固める。そう、鼻のてっぺん白く、え、しない、いつもハイライト忘れちゃう白くしません、イエイ以上です。はい、私の今日のおメイクの紹介は以上です説得力やばい。それな、めんどくさいんですよ、いかにめんどく落とすのが楽かを考えてる。だからファンデーションもめんどくさいから簡単に落ちるやつ使ったりとかそう、あ、マスクした、確かに確かに確かに、あれ、あのピアアリーナの時はひゆかにね目のラメラメをのせたり、ひゆかのアイシャドウを濃くしたりしてて、そう、美容系 YouTuber になるんです。こうやって、これはグーの手の引くグーの手ですイエーイ、ね、やばいよね。だってさ、私たちはさ、今はさ、例えばコンサートとかの時もさ、会場に着いてからおメイクをさすればいいじゃないですか。だけどさ、会社員の女性はさ、お家でメイクしてそれで出かけるんだよ、すごない？え、そう、私目のキラキラめんどくさいし、ちょっとなんかだるいんですよねめんどくさいしだるいわ、一緒か。これはグーの手です。こちら、かまちゆきなの右手です。これ非売品ですね。はい、だからちょっとなかなか皆さんはゲットできないかなと思うんですけど、はい、ぜひね、ぜひあの見てみてください電車の中でメイクってすごくない？絶対揺れるでしょ。でも、まあ、今はねマスクやけ目だけメイクやろうけどあ、参考になり、よかったです。ぜひね見てみてください。皆さんもね、いろんな右手探してみてください。あ、これはね、ね、1番RH1 番、2番、3番、4番、5番ですねね、唇の色がないと生きた心地がしない人ですので、唇はいつでも塗りたいけど、リップにつくのはだるいです。ネイルはなんかあのもう今取れてるけど、あの地爪が綺麗に見える色だけ塗ります。なんか派手なやつはしません。
そんな感じ。一番人気はそうだね、あ、一番人気はちょっと今ここにはね、今ちょっと今 RH を出したんですけど、あの LH の4番がねすごいね、あのこう人気だと思います。あ、ほんと RH 持って、オソロッチだね。そう、リップあるのとないのじゃ本当にね全然違う。なんかリップ塗るだけで、あれ今日ちゃんとメイクしてるやんってなるけど、アイメイクちゃんとしててもリップ、ね、塗ってなかったら、あれメイクしてなくないってなる。そう。メイクは、うんとね、私はね、なんか YouTube とか見ながらのんびりする派です。R フューチじゃない。R フューチは G が。4番のサイズはね、なんでしょう。わかりませんね。ちょっとよくわかりませんのでね、ちょっと今ちょっと詳細はいつかどこかで。あ、これ非売品ですね、非売品。 RH4 非売品です。イエイ。いや、私はね本当にね口の色がないと本当に無理。もう本当にもうボテボテにいっぱい塗りたい本当は。でもあのおみちゃんほどは大丈夫です。あ、ゆっぴーな言ったね。ポーチさんありがとう、ハート。イエーイ。どこで入手した、なんかね家にありました。家にありましたですよ。いいじゃん、気合入ってるってめっちゃいいことだよ。ユッビーナはねいつか出てくるのか、出てこなきゃマグルで出てきますからね。懐かしい。今の私のリップは普通ですね。そう、なんか気づいたらねありました。ミヤヒーさんありがとう。お兄ちゃんにメイクしたことない。お兄ちゃんにおメイク超こがましい、もう絶対しないよ。タトゥーないです。タトゥーない。兄ちゃんと似てるかな、わかんない、ならんと思う、さすがに。さすがにならん気がする。え、似てないと思うな。いや、なんかいや並んだら確かに兄弟だとはなるけど、私になるかって言ったらならんと思う。あのねさんありがとう。いや、お兄ちゃんイケメンじゃないよ。あの期待するとお兄ちゃんかわいそうだからやめてあげてください。かわいそうです、とても。とてもかわいそうです。あ、雰囲気だけでも全然なんかパーツとかそんな似てないかも。鼻は似てんのかな、わかんない。どこが似てるんだろう、なんか全体的に雰囲気です。そう、ミャッフィーさんありがとう。イエイ、ありがとう。お兄さん芸能人だと誰にも似てません、誰にも似てないよ。誰にも似ておりません。旦那ずっと言ってる。お兄ちゃん最近会ってないからね、もうずっと元気にしてますかね。
たけるさんありがとう、イエイ、みやひーさんもありがとう。そう言われた、質問ある、質問はない質問はないです。私さ、私今日友達とさ、あのずっと喋ってたこと話していいですか。あの今日すごい友達ともう久しぶりに会ったから、もう白熱して盛り上がってたわけですよ。もう超白熱して、でその友達さ、私が卒業発表したこと知らなくてさ、でさ、あそうなのとか言って、お疲れ様だねとか言って話してて、でいろ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 喋ってたんだけど、なんかそう、なんかそれでさ、なんかこう将来の、将来の話をしてたわけですよ。なんかいろんな話をねしてた、してて、なんかこう就活がなんちゃらだとか、なんか結婚がなんちゃらだとかいろいろ話してたわけですよ。その結婚のなんか話の、なんか、あ、就活の流れから、いやそこでいい男を捕まえるんだよとか言って、それでいやーとか言って、そう、そっからね恋愛話に発展して、でなんか何のこと、何だか分かんなかったけど、私がすごいね熱弁してたんですよ。もう本当に近頃はとても困ったっていう、近頃は困ったんだよって世の男性に問いかけたい、問いかけたい、何、世の男性に訴えたい、訴えかけたい、もう私は声を大にして言いたいんだって、友達と2人だけだったんだけど、すごいね白熱して、なんか最近はそのまあ芸能人の方だったらさ、やっぱ女優さんって違うよねみたいな、いやもう美人すぎってなるじゃん。でもさ、最近その TikTok とかでとか、なんか SNS で、なんだろう、その普通の女の子たちがすごいこう話題になる、すく普通の女の子だけど芸能人ってわけじゃないけど、めっちゃ有名な可愛い子とかがさ、こうすごい、まあ、YouTuber さんとかもだしさ、こういっぱい色出てきてるわけですよ、今こう話題になってる子が。もうなんかそういうのをもう皆さんが見すぎて、なんかこのなんて求められるクオリティが上がっている気がするんだって、そういうとこばっかり見てるからって、もうこれは日本の問題だってずっと言ってて、そう、これそんな、あんな TikTok とかの女子とか、インスタのなんかおしゃんな投稿してるような人とか、なんか Twitter でなんか顔載せてる人とか、よくわかんないけど、そんな人たちばっかりだとお前だ困るんだってねもう大声で言ってて、そうそう、なんかさ、ほらやっぱもうさっきも言ったけど、女優さんやったらもう女優さんだわ、まあそれはもう天の空の存在で、わーあーあーみたいなの分かるじゃないですか、芸能人さんってさ。そうそう、しょうがないけど、そんな、あ、そのなんて言うんだろう、普通の子のもう超有名な子とかを見てると、絶対脳内がねおかしくなって、もう脳内がね、そういう世の中はそういう女の子だって、やっぱ東京とかもさ、もうなんかおしゃれな、原宿とか行ったらおしゃれな子たちいっぱいいてさ、そう、そんなんだったからこの困るんだよって、もう本当にずっとね、ダーッとーって、もうずっと文句しか言ってませんでした、この世にあ、そうそうそう、一般人かっこあい、ね、あの女優さん結婚した一般の方って、どっかの社長みたいなね秋広さんありがとうございます。いや、加工でも、加工でもでも可愛いじゃないですか。加工が、加工を外しても可愛いじゃないですか。いや、もう屋上で叫びたい、なんなら、な、何、スカイツリーのてっぺんから叫びたいえ、そう、なんか可愛い人は可愛いんですよ、可愛いんです、可愛いんですけど、なんかそれを、そういう人たちをこう TikTok とかずっと見てると、そういう風に思って、それをこう期待されても困るってよっていうもう、そう、もう本当に困るんだってば。あ、
知ってる知ってる、なんだっけあの人、私も加工にちょっと個人的にやったことあるよなんかヘアメイクアップアーティストなんだっけ、陽介さん、ゆうすけさん、なんだっけ、そんな方ですよね。あの私もねちょっと加工しようとか言ってやったことある。そう、本当にこれはもう皆さんに言いたい、もう皆さんっていうか世の中のもう男の方すべてに言いたいです。本当にね、声を大にして言いたいわあ富士急のねバンジージャンプね、バンジーしながら叫びたいくらい呼んじゃった。いや、メイクはメイクをね悪いことでない、メイクはとってもいいことですよ。そう、カツカツさんありがとうございますイエーイ。そう、だから本当にだからこれはもう困った、この世の中の皆さんはもうどんどんね錯覚を起こし始めていると思うんです。メイク技術はいいんじゃないですか。だってメイク技術だってそれこそ TikTok の加工だったりとかもう全て努力ですから、努力って加工は分かんないけど努力ですから、それはいいんですよ。そう、メイクしてる方が好きって言われるのも全然嬉しいです。あ、メイクしてる方も好き、メイクしてるの好きでもすっぴんも好きだよが一番嬉しい言葉じゃないですかあ知ってるの、ライダーの人だ。なんかで見たよ、夜更かしかな、コンクラかな、なんかそうもうこれをね本当にね声を大に大にしてとてもいい。メンタル、メンタルはね激弱ですよ。もうすぐねこのなんかよくわかんない言葉を見てねってなってるから私。え、そう、顔面立ち問題はね、まあ、確かに逆もしかりかもしれないね。確かにね、私も番組見た白尾健さんありがとう、イエイ、ショートさんもありがとう違う違う、求めてるわけじゃない、それは別になんかそう、そういうこと、それは普通に好きな俳優さんって言われです。そうそうです、あれすごいよね、びっくりした。ユキナ最近ライオンみたいじゃない、どういうこと、どういうことですかどういうことでしょうか。かっちゃんさんありがとう、領域展開みたいな。あ、女の子でもかっこいい子、確かに確かにいるね。何でも良くないのにご飯何でもいいよ問題解決してください、ね、すごいよね、私こんなにね好きな俳優さん言ってね何も言われないの天才的何でも良くないのにご飯何でもいいよ。え、でもさ違うんですよ、何でもいいよっていう時ってなんかなんだろうね、今これが食べたいっていうのがないんですよ。そう、そういう時に直したらいいか分かんない。お腹空いてるんだけど私のお腹に通ってみても何が食べたいかお腹が教えてくれなくて、そうだから分かんないんです。そう、だから私はあれ、私がいつも友達とご飯行く時になんか何食べる、今日もね何食べるってなったんだけど、そう、あの今日はなんか2人で相談して決めたけど、なんか辛いもの以外って言ってるそう、そんな感じだから私はいつも正直に言ってます。ともさんありがとう、若潮さんありがとう、イエーイ。そうそう、確かに困ったらファミレス行けばいいって私も思ってる。どうする、なんかこれってやつにするか、もう何でも食べれる系のとこ行く、どっちにするみたいな。答え出てくる、ね、聞いてくれる系女子問題、それは
それはどうにかし、それは受け止めて。え、梅おろしうどん美味しそう。確かにラーメンなんかなんだろう、多分そういう何でもいいよって言った時にあんまり重たい系をチョイスしない方がいいのかもしれない。確かに私も重たいの嫌だったらなんか辛いものじゃなくて重たくないものとか言っちゃう。以外だったら何でもいいやん。確かにフードコートがいっちゃいいやん。そうそうそう、きびだんご、きびだんごだけじゃお腹いっぱいないね。私はそれ以外何でもいいよんって。そう、私はもう辛いものは無理っていう。押せる？押してじゃあ。あ、そうそう、共感求めてるっていうか、誰共感求めてるし、こう誰かに言うことでスッキリしたいみたいな、そう心が軽くなりたいから言うのさ。きっとフードコート嫌なの、なんで？フードコート嫌な理由はなぜ？確かに作る立場はそうだよね。え、私もさ本当に何でも、でも私もね人の目をめっちゃ気にするタイプだから、友達とご飯行って何する、え何でもいいって言われたら困るってなる。それでさちょっともし嫌って思われたらどうしようってなる。ムード、あムードムードなんていいやん、別にご飯食べるんやけん。環境的に嫌、そう別にいいですよ。混雑してたら確かにあるかもしれないけど、え、でもなんか周り騒がしい方がさいろいろ喋れるかな。ごめん先生さんありがとう、つっちーさんありがとう。食べ物の好き嫌いはねだんだんなくなってきてる。なんか辛いものが苦手とかあんまり好きくないってかはあるけど、なんか食べれなくはないみたいな感じかな。パクチーとかでも食べたことがなくて好きなのか嫌いなのかが分かりません。フードコートリア充しかいないか、そんなことないって。焼きハマグリ、焼きハマグリ食べたことないかも。あ、落ち着いた、落ち着いたとこってあったらもうご飯を食べるときはもうご飯に夢中でご飯に一生懸命食べて、その後どっかでねなんか座るなりしてゆっくりおしゃべればすればいいんじゃないでしょうか。パクチーね本当に食べたことないのね。アジアの、でもアジアの料理食べることがないけんさ。フードコート全然いる、フードコートね大好き。蒙古タンメン、え辛いからちょっと無理かも。で言うと想像のはるか上を、それはさ上を越えてまずいのか美味しいのかどっちね。アリオのフードコート、まあ、アリオのフードコートもね行ったことはありますね、ありますよ。行くことはありますけども、固まって、そんななんかさ10人とかで行ったことないよ。え、辛いのちょっと苦手、ちょっと辛い以外ならいける。こんばんは。まずすぎるの、そうなので、女子ってパクチー好きな人多いよね。でタイ料理イメージある、食べてみたい。なんかパクチーをねファミレスのバイトしてる時になんか使ったことはあるんですけど食べなかった。赤から行ったことあるよ、2からバカ辛かったです。めっちゃ辛かった、2から2からでヒーヒーってギブアップしました。ココイチ行ったことない、
また友達のバカなんちゃらが映りました。よくないよくない、よい、別に良いか分かんない。なんかパクチー女子みたいないません？パクチー女子って何？2から辛いよね。え、10からでもいけんの？え、やだ無理、絶対無理。2からももう無理でした。ででお家はそう甘口、私だけ甘口ですあ、やっぱでも赤からってでもさ1からと2からしかないですよね。もう超無理でした、火吹きました。パクチーは今流行りとか今も流行ってますよ。その先一瞬お腹あれなった？なんかすごい胃が荒れましたか？私よく友達にキーナってお上品だよねって昔言われてました。でも友達の悪影響を受けました何でも王を尽きるタイプの人間でした。最近はそうでもありません、時によりますキラリンビームさんありがとう。塩タンメン、塩タンメン辛いの昔です大学1年生ぐらい2年生ぐらいから進化しました宮妃さんありがとう、ありがとう。かっちゃんさんありがとう。最近どうなんでしょうねそう進化、単価、進化、新しく言葉を覚えたからね。そう数年前、最近ですよ本当に最近。台湾よらしさんありがとう、イエーイえ、別におだえりさんの真似をしてるつもりは全くない自然に口から出てきたのが、うん、そう自然に脳がねペペペペペって口から出てきます。あ、お水は今でもお水っていう、お水ちょうだいって。そう、ライオン、なんでライオンなの？ライオン要素が知りたいえ、もうそう、私はでも今でもずっとお手洗いっていう、どこでもお手洗いっていう、だからすごい、ユッキーナってさーって、お手洗いって言うよねってめっちゃ言われる。そう、ん、脳からおひやって言わない、お水ありますかでもさ店員さんにさ話しかけるとき緊張しちゃうの私え、もう首つめつめ卒業するから私、残念ながら今年の夏はね首つめつめで、そうあのはねあんまり、まあ持ってるんですけど、着るんですけど、ちょっと首つめつめじゃないのにもね、あの積極的にね取り入れていこうと思い、思われ振り振られって感じでいきたいとは思っていますオフショルは絶対行きません。そう、ちょっと今度ね服を爆買いしようと思ってまして、鎖骨見せていこう、鎖骨どうなの、なんかちょっとこういうなってるのとかね、着ちゃったりしちゃったり、イエイイエイみたいな先坂陽さん新しいの出るよね漫画、確か違ったっけ。え、でも今日もゾゾタウンが届きました今日もゾゾタウン、なんかきのちゃんとあの友達に会う前にきのちゃんにとねちょっと用事があって会ったんですけど、
きのちゃんがいるときにピンポーンって来て、あ絶対ZOZO タウンだってきのちゃんに商品紹介をしてました。本人に言えないけどどういうこと？あそういうこと？プレゼントですか？そう今日はね4つくらい届きましたね。そうヤクルトレディではなかった。そうなの。そう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 、新しい お漫画がねすごい楽しみですね。お楽しみですね。えセクシーではない、なんだろう、今時の普通の格好をするだけだと思います。東さんありがとう。おもう今日早いね、11時過ぎてから始めたからね。 ZOZO マリンスタジアムってさどこにあるんですか？聞いたことあるけど ZOZO マリンスタジアムってどこだっけ？皆さんどこですか？聞いたことある、どこだっけ？千葉？あ、幕張のこと？ブリントさんありがとう。あ、幕張じゃけん聞いたことあんのか。そっかそっか、幕張メッセさ意外と歩きますよね。意外と歩く、意外と遠い。てか握手会場どこってなって半泣きになる。あるある。あるあるですか？これはファンの方あるある。岡山はマスカットスタジアム。ガッチャンさんありがとう。なんかさ、なんだっけ、国際会議場みたいな。もう私本当に分かんなくてさ、どこですかってなるのよ。え、そう、右行けばいいの、左行けばいいの、よく分かんないし、なんかアウトレット紛れ込んじゃうし。国際展示場なかったっけ、ちょっとよくわかんないです。なんか展示場なんか番号ありません、数字なんか 1,2,3,4,5,6,7 みたいな。あ、インテックス、あれインテックスどんなんだったっけ。でアウトレットあるよね。あ、そう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 、1から8と、そう、え、アウトレット方向違うの？わかんない。なんかすごい私いつもめっちゃ早くなんかついて、なるべくね、道に迷ってもいいようにしますね。え、そう。え、なんか私が、あの、アイドルになる前の最後に、幕張だっけな？行った時は、あの、隣がアイズワンさんだったんですね。アイズワンさんで、だから周りがもう全体がアイズワンさんのファンすぎて、え待って、私来るとこ間違えたと思って、ずっといてもアイズワンさんで、でもこっちって書いてあるし、どうしようどうしようって、本当に半泣きでアイズワンさんの方たちと、ファンの方たちと、ウィズワンの方たちと一緒に、あの、歩んでたら、そう8月、そう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 、めっちゃ混んでたよね。たけるさんありがとう。サハマナズッキーナさんありがとう。そう、そしたらさ、もうさ、もうなんか絶対違う、どうしよう、もう違うよ、あいつはあのファンの人しかいない、どうしようと思って、ほんま半泣きで言ったらね、あの、いました。そう、この人どうだろう、あいつはあのファンの方かな、 AKB のファンの方かなとか言って、コインロッカー探すのが大変でしたね。全部閉まってるって。そう。え、そう。え、待って、女の子が多いと思って。そう。
そう、合ってるこれと思って、そう男性見かけたらこの人は AKB のファンかどうなのかとかすごいね、ちょっとギロッと見てしまってすみませんでしたその方そうえ、そうめっちゃアウェイやったね、あのそのアイズワンさんの手前だったからそれをすり抜けてちょっと行くとね、あこっちじゃないもうちょっと奥だみたいなツーさんありがとう、そうなんかめっちゃうちわとかをもなんかアイズワンさんのうちわをめっちゃ持ってる、めっちゃ持ってる人たちばっかりでどうしようみたいな、え合ってる本当みたいな、えなんか私はでもあの何グッズもうカバンのグッズとかをめっちゃ凝視してこの人だみたいな、私はこの人についていけばつくんだと思って、そうもうねめっちゃカバン、あこの人アイズワンのグッズだ違うみたいなをやってた。あきぴっぴぴょんちぃさんありがとう。ちゅんちゅんさんありがとう。そう54分、54分だったランキングやもん。そうそう懐かしいですね、だからあるある、このあるあるの日常がね戻ってくるといいですね。ガッチャンさんありがとう。あるあるの日常が戻ってくるように祈っております。祈っておりますはい、おランキングをお読みしたいと思いますね。よし、じゃあそろそろ読みますか。王さん、王さん初めて、ありがとう。初めてじゃないかな、わかんない、ありがとう。イエイ。生体院にか、生体院に勧誘するわ何するんだろう、気になる、どういう活動してるんですか。じゃあ読みますね。13位、あきひろさんありがとうございます、イエイありがとう。12位ギャレッシュさん、あとゆきれんちゅ、あれ今日お昼見た時はなんか違った気がするぞありがとうございます。11位チュンチュンさん、うん、おー変わった、おしりんを支えたい完全におしりんのトリコじゃん、トリコトリコトリコじゃんありがとうございます。10位若潮さん、あとゆっきーなも可愛いアイドルやん、ゆっきーなは、ゆっきーなはそこらのそこの人ですよ、そのそこらの道にねさまよってる女の子ですありがとうございます。9位シュロウケンさんありがとう、イエイありがとうございます。8位ツッチーさん、あとブッチ好きじゃけ、ブッチ好きじゃけ福岡、ブッチブチじゃないね、でーですね、修正リベンジ待ってますありがとうございます。7位東さん、あと台湾ありがとうございます、ありがとう。6位台湾のラリザさん、あとゆきな先輩の可愛い涙袋メイクがすばらピーポー、うーすばらピーポー、すばらピーマンですね、ありがとうございます。涙袋どん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 なめくじ化させていきましょうありがとうございます。5位ひろきさんありがとうございます、イエーイありがとう。4位サンタ花道さん、と好きになったら全力投球剛速球受け取ってや、私ねキャッチ得意なんですよ、キャッチボール割と得意です、幼少期やったら、今はできるか分かんないけど任せてくださいませ、ありがとうございます。3位ごめん先生さん、あと指直しいません、どこにもいませんありがとうございます、イエイ。2位みやひーさん、あとかまちゆき直し、イエーイ。プロフィールかまちゆきな書いてあるのとても嬉しいです、あとアイドルの紹介も見てます、あの
そのグループのがかわいいってなって調べてます。ありがとうございます。1位あのねさん@ミッサが最高、久しぶりに来てくれて嬉しいです、ありがとうございます、イエーイ。ありがとうございます、皆さん本日もありがとうございました。え、違うの、なんかね、小さい時にお兄ちゃんとお父さんと プロフィール見てますよ。そう、なんかキャッチボールとかしてて、なんか家の外でね、でその時になんかパンって撮ってました。そう、キャッチボールはできます。痛いよ、落ちました。あと2分あるよ、1分半か。そう、なんかね、左利き用のグローブをね、あがお父さんが買ってくれてたんですかね、どこで、いつの間にか家にあったんですけど、左利き用グロー、ちっちゃい子供用の、それを使って俺のもか、あ、ちょっと今すぐ配信はただ秒で見に行きますので、買えるなら今ですよ。買えるなら今ですよ、皆さん見に行っちゃうよ。ぜひかまってゆきなでツイートしてください、皆さん、ハッシュタグかまちかまちょかまちゆきな、なんやかんやツイートしてください、見に行きます、ついでにプロフィールなども見ちゃいたいと思います。イエーイ。6月私が卒業する日までかまちゆきな入れちゃってもいいんじゃないですか。まあ卒業しても残してくださってたらそれはそれですごく嬉しいんですけども。イエーイ。じゃあ皆さん待ってますね、ツイート見ますね、ツイート皆さんしてくださいね、楽しみに待っておりますよ、多分ずっと。え、嬉しい、皆さんありがとう、おやすみなさーい、バイバーイ、おやすみー、バイバーイ。